消灯をしていただきたいと思います。消灯の順序につきましては、司会からご案内いたしますので、係の誘導に従っていただきますようお願いいたします。また、開式の辞、ただいまから戦没された御霊のご冥福を祈り、合わせて世界の恒久平和を記念するため、令和5年沖縄全戦没者追悼式を挙行いたします。黙祷。平和宣言。1945年、今から78年前、ここ沖縄で一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が繰り広げられました。90日に及ぶ鉄の暴風は島々の山容を変え、豊かな自然と文化遺産のほとんどを破壊し、20万人余りの尊い命を奪い去りました。沖縄県民は地上戦だけでなく、南洋諸島からの引き上げ戦の撃沈や学童疎開戦の犠牲、重々空襲、学徒の動員、戦争マラリアなど想像を絶する被害を受けました。毎年6月23日を迎えるたびに、戦争体験者が戦争の不条理と残酷さを後世に語り継いできてくれた実相と教訓を胸に刻み、あらゆる戦争を憎み、二度と沖縄を戦場にしてはならないと決意を新たにするのです。今、平和は問いかける。私立筑波海星国際高等学校3年平安な秋、夏6月、溶けかけたアイスを手に走り出す緑もゆるこの島の昼下がり。令和5年沖縄全戦没者追悼式が掘り行われるにあたり、沖縄戦において戦場に倒れられた御霊、戦火に遭われ亡くなられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦において、ここ沖縄は凄惨な地上戦の場となりました。老若男女約20万人もの尊い命が失われ、沖縄の誇る美しい海や森、首里城をはじめとした豊かな文化は容赦なく破壊されました。平和の礎には今年も365人のお名前が新たに刻印されました。平和の礎に刻まれた一人一人の戦没者の無念、残されたご遺族の方々の悲しみや喪失感を思うとき、胸塞がる思いを禁じることができません。私たちが享受している平和と繁栄は、命を落とされた方々の尊い犠牲と、沖縄の歩んだ苦難の歴史の上にあります。沖縄戦から78年経った今、そのことを改めて深く胸に刻み、
戦争の惨禍を二度と繰り返さないという強い決意のもと、静かに頭を垂れたいと思います。昨年沖縄復帰から50年の節目を迎え、改正沖縄振興特別措置法に基づく新たな沖縄振興がスタートしました。これまで県民の皆様のたゆまぬ努力もあり、沖縄経済は着実に成長し、県民生活も大いに向上しました。しかしながら、一人当たり県民所得の向上、子どもの貧困の解消などの課題がなお存在しているほか、コロナ禍からの観光業の復興や物価高騰への対応など、新たな課題にも直面をしています。沖縄には亜熱帯の豊かな自然、国際色豊かな文化や伝統をはじめ、独自の魅力や優位性があります。これらを最大限に生かし、一つ一つの課題を確実に解決し、強い沖縄経済が実現されるよう、引き続き国家戦略としての沖縄振興にしっかりと取り組んでまいります。そして今もなお沖縄の皆様には、米軍基地の集中による大きな負担を担っていただいています。政府としてこのことを重く受け止めています。引き続き在日米軍施設区域の整理統合縮小を進め、西普天間住宅地区の跡地など目に見える成果を一つ一つ着実に積み上げ、基地負担の軽減に全力で取り組んでまいります。戦後我が国は一貫して平和国家としてその歩みを進め、世界の平和と繁栄のため力を尽くしてまいりました。今我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑な状況にありますが、世界の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、これまでの歩みを貫き、不断の努力を重ねていくことを改めて御霊にお誓いをいたします。結びにこの地に眠る御霊の安らかならぬことを、そしてご遺族の方々のご平安を心からお祈りし、私の挨拶といたします。令和5年6月23日内閣総理大臣岸田文雄。本日慰霊の日にあたり、沖縄全戦没者追悼式に参列をさせていただき、献花をさせていただき、またご挨拶もさせていただきました。久しぶりに一般参列の方々も大勢参列されておられる、こうした式典に参列をさせていただきまして、沖縄の方々が経験された苦難を深く心に刻みながら、戦没者の御霊に哀悼の誠を捧げ、合わせて世界の平和に向けて不断の努力を続けていく、こうした思いを誓わせていただいた、こうした式典でありました。改めて、6月23日、
この慰霊の日に当たりまして、哀悼の思いを静かに捧げさせていただきたいと思っております。冒頭以上です。 TBS テレビの方と申します。はい、先ほど戦没者追悼式に参加され、今お話にもあった通り4年ぶりに一般の参列者 の参加もありました。はい、今思うことと後世に伝えたいことを教えてください。はい、ここ、沖縄は、先の大戦において悲惨な地上戦の舞台となり、県民の皆様方が筆舌を尽くし難い、苦難を、経験、されました。そして、戦後もこの復帰まで長い年月を要するなど多大な、苦難を味わってこの歴史をこの振り返りながら、ご指摘のように、一般参列者の方々も今年は久しぶりに4年ぶりに、大勢ご参列をされて、おられた。こうした多くの方々と共に追悼式に参列をさせていただき、沖縄県民の皆さんが経験した苦難を改めて深く、心に刻むとともに沖縄の発展、世界の平和の実現に向けて、普段の、努力を積み重ねていくこと、これを改めて、決意を新たにした、こうしたところです。私たちが今享受するこの平和と繁栄、これは戦没者の方々の尊い命と苦難の歴史の上に築かれたものであり、これをしっかりと守り抜いていかなければならない。こういったことをぜひ後世にも引き続きしっかりと伝えていかなければならないと思います。以上です。はい、なりゆきポストの畑野と申します。はい、お願いします。現在のこの南西諸島のです、ね、防衛力強化をして、はい、ミサイル配備に加えてです、ね、この辺野古の基地などはです、ね、戦争体験者からは、はい、宣伝の軍備拡大を彷彿とさせるというような指摘も上がっています。はい、その中でこういった軍拡のジレンマに陥らないようにどのように平和を追い求めていくのか、コメントお願いします。はい、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に対峙する中で、南西地域の、防衛体制を強化するということは国民の皆さんの保護の観点からも、重要であると認識をしています。そしてこうした南西地域のこの防衛体制の強化とともに、日米同盟の抑止力、対処力を、向上させることで武力攻撃そのものの可能性を低下させる、こうした取り組みが重要であると考えています。そして今軍拡のジレンマとおっしゃいましたが、要は安全保障のジレンマについてのご質問かと思いますが、この安全保障のジレンマを防ぐ上で重要なこと、これは周辺国、さらには諸外国に対してこの自国の安全保障政策の具体的な考え方等を明確に説明すること、この透明性の確保、これが重要であると考えています。私も昨年来首脳会談を重ねる中で多くの国々に我が国の安全保障戦略の考え方、内容等について説明をさせていただき、そして多くの国々から理解や支持をいただいてきました。こうしたこの透明性の確保は私のみならず政府のさまざまなレベルを通じて各国にしっかりと示していかなければならない、こうした課題であると思います。私たちの
この国民の命や暮らしをしっかり守っていくことの大切さ、そしてそれをもとにして、地域のそして世界の平和と繁栄のために、外交をしっかり進めていく、こうした思いを、これからも丁寧に、説明していきたいと考えています。以上です。はい、終わります。ありがとうございます。総理、一点だけ伺ってもいいですか。どうぞ。歴代首相はですね、これまで沖縄の基地負担軽減というものに言及してきました。今日総理も言及されたわけなんですけれども、一方で基地負担というのはなかなか減ってません。まずこのことについて総理どのようにお考えか、加えてその具体的な負担軽減策、今後どのようにお考えか、この2点をお聞かせください。はい、まずこれは挨拶の中でも述べましたが、沖縄の県民の皆さんがこうした大きな基地負担を担っていただいていることについて、政府として引き続きこの重く受け止めなければならない、重要な課題であると認識をしています。そして今後どう進めるかということですが、それはまさに政府としてこれまでさまざまな議論の中で基地負担の軽減について具体的な取り組みについて説明をしてきました。挨拶の中でも 西普天間住宅地域の例を一つ挙げましたが、こうした取り組みを実際に動かしていくということ、そして結果を出すということ、この積み重ねがなければ県民の皆さんもこうした取り組みに対して理解をしていただけないと思います。これからの取り組みについては、今政府として基地負担に向けて考えているさまざまなことについて結果を一つ一つ出していく、これが何よりも求められていると感じています。ぜひそういった努力を続けていきたいと思います。はい、終わります。